はい、全国の日本酒ファンの皆さんこんにちは、浜田です。今日はですね、日本酒のねラベルについてお話したいと思います。日本酒のラベルってね、難しい専門用語がいっぱい並んでてね、なんか分かりにくいですよね。それをちょっと分かりやすいように解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。お酒にはいろいろな分類の仕方があるんですけども、まず精米の処理で決まってしまう分類を最初にご紹介させていただきたいと思います。どれくらいお米を削るかで本醸造、吟醸酒、大吟醸酒の分類が分けられます。もちろんお米を削ったからといって美味しいお酒ができるわけじゃありませんけど、まずお米を削らないと吟醸系のお酒のスタートラインに立てないので、まずはこの決まりがあるというわけですね。お米を 70% まで削って、後でいう副原料の使用を制限すると、こちらの本醸造ですね、本醸造を名乗ることができます。そしてお米を 60% 以下ですね、 60% 以下まで削ると、こちらの吟醸ですね、吟醸を名乗ることができます。そしてさらに 50% 以下まで磨くと、大吟醸ですね、大吟醸を名乗ることが可能になりますね。本醸造と書いてれば割と、すっきりしたタイプの、味わいですね。雑味が少なくてすっきりしたタイプ。そして、吟醸と書いていると、フルーティーってね、香りが良くてすっきりしたタイプの、お酒、さらに大吟醸と書いているとさらに、フルーティーで、綺麗な味わいですね。そういうことが、大体言えるということですね。で、なぜ吟醸系のお酒はお米を削らないかというと、お米には表面に近いところほどタンパク質や油分が多いので、タンパク質が多いと味が濃くなって、油分が多いと香りが出にくくなるんですね。なぜそうなるかはまた別の動画でご紹介します。またその次、副原料を使うか使わないか、お酒はですね、基本的に、米と米麹と水だけで作るんですけども、副原料として醸造アルコール、糖類、酸味料、アミノ酸の添加が認められています。糖類や酸味料、アミノ酸を使うと、大吟醸とか吟醸とかは名乗れなくなってしまいます。しかし少量であれば醸造アルコールは認められています。そして全く副原料を、使用してないのが純米ですね。純米酒ですね。吟醸以外の副原料が、無添加のお酒は、純米と書きますね。で、吟醸の規格を満たした純米のお酒はそれぞれ、純米吟醸ですね。純米吟醸とか、純米大吟醸ですね。このように、表記することができますね。で、あと醸造法のによる分類ですね。木元ですね。木元と書かれていれば、これは江戸時代から伝わる、手間が一番かかる伝統製法ですね。で、次山灰ですね。山灰、山にこう伝えると書いて山灰と言いますけども、山灰と書いていると、この木元と同じ伝統製法なんですけども、一番大変な山おろしという、蒸した米と麹をすりおろす作業を、簡略化した製法になりますね。で、あと、日本酒の製法、醸造は基本的に伝統製法の場合は亜硝酸発酵、乳酸発酵、アルコール発酵の順番で起こりますけれども、何も書かれていなければ、乳酸発酵のプロセスを、跳躍して精製した乳酸をですね、添加するということですね。これが即乗仕込みというですね、仕込みなんですけど、その即乗仕込みで、作られている可能性が高いということになります。即乗仕込みはですね、手抜きと思われがちなんですけども、透明感のある吟醸酒には向いている醸造方法なので、実は全国新酒鑑評会で金賞を受賞するほとんどが、実はね、即乗仕込みなんですね。これなんかはそうなんですよね。醸造後の処理ですね。次に醸造した後の処理工程も、ラベルに表記されることを認められています。ろ過をしていないお酒ですね。ろ過をしていないお酒はこのように、無ろ過と書くことが可能ですね。で、
加熱殺菌を全くしていないお酒は、生酒ですね。生酒と書くことができます。で、水を加えてアルコール度数を調整していないお酒は原酒ですね、はい、原酒と表記することができます。生酒で原酒であれば生原酒と呼ぶことが多いです。ちなみにこの表記は複数選択なので、ろ過も加熱殺菌も度数調節もしなくしていなければ無ろ過生原酒ですね、まあ、さっきのやつもそうなんですけど、無ろ過生原酒というふうに表記することができますね。ただまあ前期のものも合わせると山灰純米無ろ過生原酒という長い名前にもありますね。このお酒は山灰の仕込みであって醸造アルコールを添加 していない、吟醸酒で、ろ過もせず非加熱でアルコールも調節してないお酒ですよっていう名前から読み取れるというお酒です。でまあ想像される味わいは濃厚でフルーティーだけどちょっと癖のあるマニア向きのお酒かもなっていう感じでしょうかね。ちなみに通常日本酒ができた時は瓶詰めする時に2回加熱殺菌をしますけども、その回数を1回に減らしたお酒は、最近呼ぶようになったんですけども、このように一粒ですねこのように表記することが最近多くなってきました。次は日付の表記ですね。実はこのラベルの隅にこのように書かれている日付ですね、日付書かれてますけども、このようにこれは実は、醸造した、年月日ではありません。これは瓶詰めされた日か、もしくはラベルを貼った日になりますね。これややこしいんですよね。だから、製造日が新しいからといってそのお酒が最近醸造されたものとは限らないわけです。それを分かりやすくするために時々 1BY とか 3BY とか書いているお酒があります。BY は、ブリュワリーイヤーですね。ブリュワリーイヤーの、略になります。日本語に直訳すると醸造年という意味になります。ただややこしいのが1月1日から醸造年が変わるのではなくて7月1日から醸造年が変わります。例えば令和の4年の2月に醸造されたお酒は 3BY っていう表記になるんですよね。これ本当にややこしいから何とかしてほしいんですけどね、はい、で次はアルコール度数ですね。日本酒はね、まあ、必ずねアルコール度数を表記することが義務付けられてます。ただラベルのどっかに絶対アルコール度数が書いてます、はい、こちらも書いてますよね。18度、これは16度ですよね。15度ですね。このように必ず、ラベルのどこかに、アルコール度数は書かれています。で実はねアルコール度数っていうのは日本酒の、味わいの中では非常にこう重要な、ポジションを占めてまして、例えば同じお酒でも加水してアルコール度数を1度落とすと全く違う味になってしまいます。で大体日本酒であれば、まあ、15から16度ぐらいですねが標準 でこれよりも、高い17、18、19度になるとかなりこう濃厚でパンチのある酒と思っていただいて良いと思います。で反対にそれよりも、アルコール度数が低い場合ですね、14度とかですね、例えばこちらの、センスケの夏純米ですね。夏酒なんかは割と度数が低いものが多いですね。これなんかは14度ですね。こういうお酒は割と軽快なタイプですね。軽快ですっきりしたタイプのお酒が多いということになります、はい、以上、ラベルから読み取れる、日本酒でした、最後までご視聴ありがとうございます。